夏季特別講習申し込み受付中。自習コンサルティングで君専用の勉強計画を毎週全科目作成します。それに伴う映像授業や参考書の確認テストも全てついてきます。4月31日水曜日までのお申し込みで、通常 73,700 円が 38,500 円になります。詳細お申し込みは動画概要欄の URL からお願いします。覚えるべきことすべてここに入れました。ほんまに1日で終わるんですよこれ。もう古文これ以上覚えなくていい。これを完成させていったら入試本番で、あとはそれを表現するだけの状態になります。どうもライズの矢沢です。3時間古文読解のいいところを聞いてください。はい、始まりました。はい、こちらですね、7月の16日に撮影しておるんですけれども、7月18日ですね、いよいよこちら矢沢のたった3時間で古文読解でございます。はい、6時間古典文法の続編という形でしたためました。やっとできた、よかったね。はい、ちなみにですね、本書の分厚さはこれぐらいです。これぐらいです。かなり薄くなってます。はい、6時間古典文法の3分の2ぐらいのサイズになってるんじゃないかなというところです。これ薄くしたかった、早く終わらせたいからね。でね、見ていただいたら分かる通りですね、これぐらい、これ分かる、これぐらい、これ全体の分厚さに対して3分の2ぐらいが本冊で、この3分の1ぐらいが別冊。この3分の1がなんと今回ミニブックになっているんですね。はい、これどういう風にしてね、こうなってきたのかね、こう、まあこういうつもりで僕は最初からね、書いていたわけなんですけれども、この3時間古文読解のね、いいところを聞いていただきたいなという風に思って、この動画撮らせていただきます。まずですね、お話したいのが、達成したい世界観でございます。達成したい世界観、どういうものかというと、はい、受験生たちのお守りにしてほしいんです。よね。はい、そもそもさ、古文の勉強をミスってる子って、そもそも古典文法からミスってる子多いんだけど、6時間古典文法をね使ってくれたら勉強の仕方ミスらないと思うの。多くの子がね、古文単語と古典文法をやるっていうのがまあ基本じゃない。そっからすぐに読解に入っちゃう子が多いのよね。でそれはまあ絶対ダメっていうわけではないんだけど、実は遠回りで、近道をしようと思うと、単語覚えます、文法やります、その上で読解の演習に入る前にこういうルールでこのテクニックを使ってここに注意して読んでいきましょうっていう読み方とか解き方のルールみたいなのを学んだ方が演習がより効率よく進められるんですよね。だからこの3時間古文読解のテーマは、単語文法やった後に演習に入る前のこの橋渡しの部分を担っているつもりです。まあ、てか担ってます、絶対に。そもそもさ、単語文法やって演習入れるっていうこのミスが起こるのはなぜかというと、古文で覚えなくちゃいけないことって、古文単語と古典文法、この2つでしょって思ってるのよね。うん、違うね。他にも出典の知識だったり、古文常識だったり、法の副詞とかは文法に入るか、あとはでも疑問詞とかはちゃんとまとまってなかったりするよね。そういうところをね、しっかり徐々に徐々にでいいんで覚えていかないといけないわけなんですよね。そこでですね、このミニブック、なんならもう本体がミニブックなんです、これ。もう本体がミニブックってもう意味わからんこと言ってるけど、こいつが本体です、今回の書籍は。ここに何が書かれているかというと、ごめんなさい、2個目から先行きます。古文単語古典文法以外で覚えるべきことすべてここに入れました。やった、勉強しやすいじゃん。なんでやねんって思うことがあるんですけど、例えばさ、まあ、塾予備校とかに行ったら、学校のね先生もそうかもしれませんが、まあ、読解のためのプリントを作ってくれて、これが重要ですよみたいな、その授業で配られるプリントを作ってくれると思うんですよね。でも性格的にそれをちゃんと整理するのが上手い子たちっていうのは、まあ一回やったもので、特に重要なところは自分のなんかノートとかに書き留めておいたりとかして、その情報をまとめて最終的に入試本番まで持っていけるんですけど、勉強が下手な子たちっていうのは、例えばプリントで1枚1枚配られても、そのプリントがそもそも整理できなかったりとか、その中で重要なことが何なのかっていうのが分かりにくかったりだとか、一回ここ大事だよって言われてたものを何度も復習することによって人って覚えますけど、復習することなくそのまま一回教えられたんだけど復習せず
ずに入試本番まで行ってしまうっていう、こういう問題が僕はあると思うんですよね。だから簡単に言うとですね、このミニブックは矢沢が古文読解の授業を1年間通期でするとしたら伝えるプリントの集合体だと思ってください。重要なことをまとめてる一冊のミニブックで、これをね本書の卒業時点で全部覚えることは不可能なんで、やっぱりね読解法はもう一瞬で終わらせたいんですよ。これ1個目のいいところなんですけど、最短で読解につなげるという風にしておきました。あのね、まあ巷にある古文の参考書ってもちろんいいものたくさんあるんですけど、唯一僕がこれもうちょっとこうしてくれたらっていう風に思うのが、すぐ終わらされへんねん。早演習行きたい、早もう何台も解いてほしいのに、そこに至るまでに一冊にかかる時間がちょっと長すぎるのよね、どれも。だからこれできるだけ薄くしたかったっていうのはそういうことなんだけど、本冊で言ったらこれだけの分厚さしかないねん。200ページもないんじゃない？100ページぐらいしかないんですよ。100ページぐらいですよ。だからね、ちゃんとがっつり時間取ってくれたらほんまに1日で終わるんですよ、これ。すごくないですか？動画時間は基本的に今3時間ちょっとです。で、その動画の視聴時間と、あとは古文読解ですからちょっと読んでみましょうみたいなところもあるんで、そこの予復習も入れてもですね、多分集中してる時間が5、6時間ぐらいありゃ一周できんじゃないかなっていうような感じなんですよね。つまり1日で終わらせれるんですよ、これ。やばくないですか？他のこの古文読解系の参考書で1日で終わらせれる参考書ないと思うね。で、一応習熟期間の想定はだいたい1週間ぐらい、まあ1日どっか取ったり2日に分けたりとかして1週間ぐらい、もうめっちゃ時間かかっても2週間ぐらいにしようし。で、このミニブックを持ってで、これを横に置きながらいろんな古文読解の演習してほしい。それという意味でこれやっぱお守りにしてほしいっていうことなのよね。僕ってさ、全体を見せるって好きじゃない？わかります？6時間ほど文法やってくれてる子だったらわかると思うんですけど、全体まず知りたいんですよ。これやったら終わりをまず知りたいんですよ。終わらない腕立て伏せほど地獄なもんないからね。もう何回も何回で終わるんですか先輩、声が出てないお前ら、1だまた1からだうわーみたいな嫌いですから。だからもう20回で終わりだったら20回で終わりって言ってほしいんですよ。1000回なんだったら1000回で終わりって言ってほしいんですよ。1000回でもコツコツやったらできるから、1日ではできないかもしれないけど何日間かかけたら1000回できるから、そういう風に全体を見せたいわけですね。で、この全体を見るにあたって、やっぱり古文単語は難関大だったら605、古典文法はまあ6時間古典文法のミニブックなど、まあもちろん6時間古典文法をやってない方でも使えるようにはしてますよ。ただ接続としていいっていうだけでね、文法のこと。で、あと覚えないといけないこの矢沢のミニブック、これで終わりです。もう古文これ以上覚えなくていい。やったね。全体が見えるようになったんですよ。もうこれだけでいいんですよ。で、これが最短で読解につなげられるということと、単語文法以外で覚えるべきことを全て入れたっていうところです。一番最初、古文読解の流儀という形で読解するためのルール11個ここに収めてます、僕がね。で、重要構文まとめって言ったら、これ副詞の項とかもろもろ含めて、これはちょっと覚えとかないといけないよっていうのをまとめてます。あとは疑問語、いかにとかね、いずくとかさ、いかにもとかさ、いかから始まる疑問語とか、英語で言う OWH の古文ではこういうのがあるよとかね、全部まとまってます。で、ジャンル別読解法ですね。日記とか説話とか随筆とか歌論とか、まあいろいろありますけど、こういうジャンルによって読み方を変えます。当たり前ですよね。現代文でも評論文と小説って多分みんな読み方変えるはずなんですよね。評論文は筆者の主張を捉えるし、小説は登場人物の心情を捉えたりするわけじゃないですか。そういう風に読み方を変えてるのに、古文になると読み方みんな変えてくれないんで、その話もしてます。あとは和歌の習字法ですね。援語とかね、掛け言葉とか枕言葉とか序言葉とかね、ありますよね。そこら辺で、よく出てくるやつも載せてます。で、あと古文常識ですね。古文常識収録確かね、200〜250個載せたと思うんだけど、古文常識もめっちゃ調べやすいようなね、形になってますんで、こんな構成になってます。最後、情報の一元化ですね。やっぱりこれもお守りと繋がってくるんですけど、僕の授業だけを受けるわけではないですね。おそらく本書を使った後に、他の参考書をやったり、学校の先生の授業も受けたり、どっか予備校の授業を受けたり、塾の先生に授業をしてもらったり、いろいろね、あると思います。その中で先生ごとにプリントを作られたりとか、参考書にここ重要ですよっていう風に書かれてることがあります。多くはですね、この古典文法の内容とか、この3時間古文読解のミニブックに書かれてる内容だとか、自分が覚えてる古文単語帳に書かれていることがほとんどでしょう。これは重要単語なんで覚えておきましょうとか、この文法は重要なんで覚えておきましょうっていうのは、おそらくこっちの基本でやったことの集大成に過ぎませんから、まあ、ほとんどそうなんですよ。ただね、それは知らんっていう解説書かれてる時あるじゃないですか。参考書やっても、それは知らんかったぞと、
文法やったけど、塾の先生とか予備校の先生のプリントとか見ても、あ、それは知らなかったぞ、そんなテクニックはあるじゃないですか。それをね、その時一回聞いて覚えれる子なんていないんですよ。そのためにこいつには情報を一元化していってほしいんです。もう多くのね情報量を載せておいたけど、結構ね自分で書き込める箇所、一番最後にはこうやってノートっていう形でね白紙のページ用意してたりしますから、ここにですね、いやこれは覚えとかなきゃみたいなのをね入れていってほしいんですよ。そうすることによってこのミニブックがパワーアップしていきます、自分の勉強とともに。でそしたら最終的にやっぱり古文単語と古典文法とこの矢沢のミニブックを覚えさえすりゃ、今までの学んだ塾の授業であったり参考書であったり学んだことは全てここに戻れば復習できるという状況になれば、これを完成させていったら入試本番であとはそれを表現するだけの状態になります。だからその情報の一元化という側面もあります。勉強下手くそな子ってこれができないんで、やっぱり何回も見るものに情報を一元化していくことによって自分の知識を蓄えられていきます。一回しか見ないものに関してはほとんど価値がありませんからね。単語でもそうでしょ、一回見て覚えるんだったら苦労しないんで。ということで3時間古文読解、僕の中ではやっぱりこんなん作りたいなーっていう風にね思うものが作れましたので、これも受験生に愛されてほしいな。うん、6時間古典文法みたいにねがっつりこううわって一問一答覚えていく、よいよっこらそうみたいな参考書ではないんでさっと終わっちゃうんですけど、ただ長く使うのは6時間古典文法よりもこっちのミニブックの方がめっちゃ参照することになると思います。楽しいですね。では3時間古文読解のいいところを聞いてくださいという動画でございました。受験生の皆様に愛されることを祈ります。よろしくお願いします。動画を見てくれてありがとう。今マナビズムの公式 LINE に登録すると3つもプレゼントを配布しています。早慶マーチカンカン同率の大問構成であったり、配点設問に対する解き方が完全解説された攻略本、英語の主要参考書100冊を細かく研究してまとめた参考書ガイドブック、君の英語の基礎力が10分でわかる基礎力判定テスト、プレゼントは定期的に更新しているのでゲットできなくなる前に概要欄の URL から必ず公式 LINE に登録をお願いします。